万葉を合わせる踊りと近代ダンス、さまざまな対比が新旧入り混じる東京という街を意識しています。類を見ないガランの世界観をお楽しみくださいということでございます。それではガランの皆様よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました東京から来たガランと申します。まだ、2020年に発足して2021年から、を出している新しい、チームなんですけれども、まあ、いろいろ、元学生チームに所属していたりとか、まあ、社会人がメインなんですけれども、まあ、いろんな、羊の踊り子が集まって、そして、私代表の会員と申しますけれども、まあ、振付師をやっていたり、ダンスインストラクターやっていたりするんですけど、実際よさこいが、踊り始めで、もう20年ぐらいやってるんですけれども、よさこいって面白くてね、一回こうハマっちゃうと、いろんなよさこい祭りでいろんな踊り踊って、いつの間にか仲間が増えてという、それがよさこいの醍醐味なんですけれども、なんか僕らも京都に来て見た通り、ちょっとなんか違った感じの様相なんですけれども、まあ、逆にこの歴史のある町に入るんじゃないかなと思って、こんなよさこいもありなんじゃないかななんて思って、4分間楽しんでいただけたらと思ってやってまいりました。本当にたくさんのお客さんがいらっしゃるので、あとなぜか外国の方にめちゃくちゃ受けが良くてですね、今日もね、昨日から来ていただいて外国の方、そして、いろんな国の方もそうなんですけれども、ちょっと予想外の反応をいただいたりとかして、やっぱこれも面白いなっていう、まあ、鳴子を持つのがよさこいなんですけれども、まあ、もちろん僕らも鳴子を持つんですけれども、まあ、前半はねちょっといろんなものを使ったりするんで、そういうこういうのもよさこいなんだろうという感じで、本当気楽に楽しんでくださいということで、 MC を長くしろという構成だったので長く喋ってみました。はい、それではそろそろ踊りましょう。はい、どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。ガランサイバーガウス